旧ジャニーズ事務所を退所するタレントが後を絶たない。近畿キ,キッズの堂本剛が3月いっぱいでスマイルアップ。旧ジャニーズ事務所を退所したほか、5月30日には、嵐、松本潤も退所することが決まっている。ランキングあり、応援できない、やめジャニーは誰 ?3 位平野翔、2位北山博光、200票以上集めた圧倒的1位は、 女性500人に聞いた、事務所をめぐる騒動が収拾しない中、2023年前半は、元キングプリンスの平野翔や、元キスマイフット f 2の北山博光など、滝沢秀明氏率いる東部に合流する面々も少なくなかった。後半からは岡田純一や二宮和也などベテランの対象が目立つようになり、フリーとして活躍するタレントが増えてきている。だが、 対処をめぐるいきさつは円満だったのか、グループメンバーやファンの思いはどうなるのか、対処後もきちんと活躍できているのかなど厳しい視線が継がれる。そこで、本市は全国の女性500人にアンケート調査を実施。応援できないと思う、やめジャニーについて、ここ数年の対処者から選んでもらったところ、以下のような結果となった。 第4位、二宮和成、33秒。ジャニーズにいたら芝居の仕事が来ないという不安があると言っていたけど、芝居が上手くない、50代、専業主婦、自分は演技が上手い、と自信過剰な感じがします。70代、専業主婦、辞め方が現メンバーに失礼な感じだと思った。20代、無職、真面目そうでそうでない感じ。計算している感じがある、60代、無職。第3位、平野翔 36強もともと平野翔さんのファンで、今でも FC には入っていますが、今の進み方には苦手意識があります。10代、学生、頭部の方針が好きではないから、20代、派遣社員、なんで辞めた3人でグループ組んだのと思ってしまう、20代、公務員、王子様キャラで好きだったが、キャバラクラ通いや下ネタ連発でがっかりした、20代、学生、 インスタグラムでの投稿があまり好きではない10代学生第2位北山宏光44票他のやめジャニの人と比べて何がしたいのか何を目指しているのかわからない事務所にいた頃とは比較にならないほど地上波に出なくなったし注目もされていない10代学生元メンバーの名前を出したり SNS でつながったり執着しすぎて引く やめた割に流行っている仕事がしょぼい、20代、学生、うまくいってたキスマイやめて、頭部に入ってからは X で空気読めない発言をたくさんしている、10代、学生、やめられるならキスマイ7人でやめてほしかった。円満にやめてるけど、ソロで楽しくやっててなんだか寂しい。応援したいけどできない、キスマイでいてほしかった、20代、会社勤務、第1位、テゴシー・ユ222票。 周囲に迷惑をかけても反省せず、自信過剰なところが嫌い、30代パート俺には才能がある、周りは低レベルって思ってそうなところが好きになれない。自信過剰、30代会社勤務、コロナ禍でみんなが我慢して行動を自粛している時に自分勝手な行動をとっており、また反省している様子もあまり見えなかった、50代パート、グループにいた頃から自由奔放な問題児。 近親からツアー初日直前に辞めたし、辞めるにしても目標がわからないままだった。グループにいた頃はファンも事務所も甘やかしていたせいで、こんな結果になった、40代、派遣社員、自分都合で辞めて、その後見かけなくなった。ファンの気持ちを思うと勝手だなぁと感じる、40代パート、身勝手な印象。辞めた後のメディアへの出方も軽率な感じがする、50代パートを応援できない。 やめじゃに、ランキング第1位手越優也、222票第2位北山博光、44票第3位平野三36票第4位二宮和成、33票第5位久田東三32票第6位松本二29票第7位山下智久、27票第8位神宮寺優太、22票第9位道本剛、18票第10位義雄太。 16票第11位岡田淳一。13票第12位三宅県。発票全国の女性500人にアンケート調査。